他の診療院の岡野です、えー、辻仁成さんのですね語るフランスの現状ということでお話したいなというふうに思いますまあ,あの新型コロナウイルスの状況は えー、フランスででではどううななっっっててているのことなんんんすすねね辻人内さんって皆さ皆ご存知ですか、ねえー、と小説家であって確かミュージシャンでもあるんですよね映画監督もやっててすごく多彩な方なんですけれども今パリに住まわれているということで小説は私が読んだことあるのは「えー、とニュートンのリンゴ」とか「ですねさよならいつか」とか確か読んだことあるなと思ってあとはなんか「冷静と情熱の間」っていう小説が確かエニカ香織さんでしたかねどうあのたお二人で。 えー、交互に書かれた小説があったのは印象的でしたけれども、まあ、その方がですね、えー、ブログで毎日、えー、そのフランスの状況というのを日々更新されながらですね、えー、語っていらっしゃるんですけれども、えー、状況としては、えー、数日前にですねフランスの感染症の権威の方が謝罪されたということでどういう謝罪だったかというとですね、えー、甘く見てたとこの感染症というのは。あのー もうちょっと簡単に克服できるというふうに思っていたけれどもそんなことなかったということでフランスの感染症の権威の方がテレビで謝罪したというのが衝撃を受けたという話が出てきましたあとはまあフランスっていうのはパスツール研究所という感染症の専門の研究所があるようなんですねにもかかわらずこういう状況っていうのが事の深刻さっていうのを物語ってるんじゃないかなという話をしておりますでまあよく高齢者の方がほぼ 重症化していって亡くなっている方が多いというふうには言ってるんですけれども実際は、えー、パリの近郊では16歳の、えー、女の子とかイギリスでは21歳の女性の方とかあとはアメリカでも特に、えー、基礎疾患があるとかじゃなくて、えー、普通に元気な男の子が亡くなってしまったっていうです、ね、話も出てきたりということで、えー、子供だからといって、えー、安心していいものではないという話も、えー、しておりました。 で、えー、これフランスの感染者の数とあとは死者数あとは10万人当たりの、えー、死者の数ということで、えー、ちょっと出してみたんですけども3月11日の時点では感染者数が2281人、えー、死者数が48人、まあ、10万人当たりの死者数では0.07ということで、えー、極めて少ない人数で割合ではあったんですけれども、えー、3月 17日になった時点では、えー、7730人との感染者数で死者数が178人ということで一気に3倍ぐらいに膨れ上がってるわけですよねで、えー、この3月の17日時点でフランスでは、えー、外,出禁止外出制限が出たということなんですねで今の日本の現状というのはどういう状況かというとここにちょっと近いんじゃないかなとまあ感染者数っていう意味で言うと えー、まだ日本の方が、えー、500人600700人ぐらいですかねばかり少ない状況であるんですけれども死者数でいう意味で言うと日本の方が今ちょっと多く50人以上確か日本はもう死者数が出てますよね。えー、そういうううい意味でで言うとと、えー、この数で言うと、まあ 日本と同じぐらいの状況かなというふうに思うんですが、まあ、日本の方が人口が多いんですよね。フランスの場合は6,000万人ちょっとですけれども日本はその場合の1億2,000万人人口がいるんで必ずしも同じように比較はできないかなというふうには思うんですけれども一応もう人数としては同じぐらいと出てる状況でやるということを言っております。でえー、さらににですね3月27日になるとと数はもっと 深刻なな状況になっていますもう10倍以上になってるわけですよね。感染者数は2万9,155人と死者数は1,896人まで増えて、えー、10万人当たりの死者数でいうともう桁違いになってしまっているという状況になっております。ですんで、えー、こういうふうに日本が、えー、ならないんじゃないかなってすごく心配した、えー、ような、えー、内容になっておりますね。で今後、えー 心配なところっていうのがアメリカなななんじゃないかなとアメリカもかなり感染者数が急増してて、えー、死者数もかなり増えてますよね。えー、そういうところを、えー、注視しながらですね、えー、フランスパリに住まわれてる辻氏は、えー、家でおとなしくしてるということで、えー、日本も今、えー、東京は。 えー、自粛要請ということになってますけれども、えー、できるだけそれに従ってあまり出歩かないようにした方がいいんじゃないのということですかね。はいということで今回はですね、えー、辻人成氏が語る、えー、フランスの、えー、新型コロナウイルスの感染症に関する現状ということでお話しさせていただきましたこちらのお話しさせていただいた内容に関しての、えー、参考資料は下の動画説明欄に添付しておきますのでそちらも併せてご覧いただければというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。